どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーンのね、公式デスクにね問い合わせしてみたっていう動画と、今回ね27日からね直予約っていうのも始まりましたので、こちらもね簡単な紹介ねしていきたいと思います。ということなんで、まずねこの GoTo トラベルキャンペーンのね公式デスクにねちょっと問い合わせしてみました。で、皆さんでですね、こういうのはどうなるんですかみたいなね疑問っていうのがねもしありましたら、ぜひねこの動画のコメント欄にねいただけたら、デスクの方にね聞いてみようかなというふうに思っておりますんで、ぜひね、疑問に思ってることがねありましたらコメントねいただけたらなというふうに思います。今回ね、公式デスクにね問い合わせたのはですね、ホテルのポイント宿泊に関してと、先日ね Q&A が更新された内容で、ポイントはマイル付きの宿泊プランに対してキャンペーンに対象になるかっていうのがね掲載されてですね、その詳細をねちょっとね聞いてきました。まずねホテルのポイントに宿泊に関してなんですけども、やはりねこちらポイント宿泊に関しても対象というね回答をいただきました。まあ、ホテルに宿泊する場合、必要書類っていうのは宿泊証明書と払い内訳がね分かる書類がね、まあ、必要っていう風になるわけなんですけども、まあ、この宿泊証明書っていうのはね、まあ、そのままもらうだけですので、まあ、それはね OK かなというふうに思うんですけども、内訳書類ですね、こちらは元料金に対しての内訳をね記載してもらう必要があります。仮ねその日の宿泊代が、まあ、1万円であればですね、1万ポイント支払いで宿泊といった形ですね。まあ、こちらね手書きでも OK ということですので、こういう感じでねポイント宿泊する方はですね利用してみていただけたらなというふうに思います。またねレストランの利用にあたってはですね、まあ事前予約したもののみがね対象ということですので、事前予約をねしている旨を、ホテル側に伝えてですね、この内訳書にね記載してもらう必要があります。またね以前も言いました通り、当日にねレストランに追加したものに関しては、まあ、NG という風になっておりますので、まあ、この点はね覚えておくようにしてください。まあ、基本的にはまあ食事に関してはですね、まあ、事前予約することが多いと思うんですけども、まあ、飲み物に関してはですね、まあ、当日追加する方がね、まあ、ほとんどだと思いますので、まあ、こういう、まあ、簡単に言うと、まあ、食事代は対象になるけども飲み物代はね、まあ、別途支払うっていった感じになりますかね。またね事前に予約しているレストラン利用、またねポイント宿泊に関してホテル側がですね、まあ、知らないとかねできないっていうふうにね思っている場合はこちらねあります。ですので、こちら GoTo トラベルキャンペーンデスクにね、対象っていうのをね、回答いただいている点も、一緒にね、伝えていただければなっていうふうに思います。で、こちらね、ホテルができないっていうね、言われる方も結構いらっしゃるかと思うんですけども、こちらの GoTo トラベルキャンペーンのね、還元を判断するのはホテル側ではなくて観光庁側っていうこともね、一つね覚えておくようにしてください。まあ、ホテルがね、まあ、できないって言われるとちょっとねできないのかなって思っちゃう部分あると思うんですけども、観光庁側っていうことをね、まあ、覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。これだけねバタバタで始まってしまっているこの GoTo トラベルキャンペーンですので、まあこれね仕方ない部分ではあるんですけども、公式デスクの方でね、まあ OK と言われている以上ですね、まあ信じるしかないっていう感じですよね。またね公式デスクの回答がね以前ねばらつきがあるっていう話をねさせていただきましたけども、まあ、こちらもですね公式デスクが OK っていう以上はですね、まあ、信じるしかないかなというふうに思いますので、どうしても心配だっていう方はね、まあ、利用控えた方がいいのかなっていうふうに思います。またね今回のこの GoTo トラベルキャンペーンなんですけども、やはりね後出しじゃんけんみたいな感じで、まあ、後からね変更が、まあ、ないことはね言い切れませんので、まあ、その点もね一緒に覚えておくようにしていただけたらなっていうふうに思います。次にね昨日追加された Q&A に関してですね、 Q&A の48でですね、ポイントやマイル付きの宿泊プランに対してキャンペーン対象になるかっていうね、質問の答えですね、宿泊施設自らがポイントやマイルの設定を行うものについては支援対象外っていうのがね、記載されました。この理由としてはですね、価格を一旦引き上げた上で、ポイントやマイルをね多く付与するということにより支援額を不当にね多く引き出す行為が予想されるためということで、まあ、こちらね昨日追加されたわけなんですけども、まあ、こちらに関してですね、まあ、私がすごいね疑問に思ったところはですね、まあ、楽天とかヤフートラベルとか、まあ、そういう経由サイトで
結構大きめのポイントバックセールってありますよね。まあ、先日私の動画でも、ね、入れさせていただいた楽天セールとかですね、ポイントバック 20% とかね、まあ、そういうキャンペーンもね、まあ、やっていたわけで、まあ、こちらに関してですね、ちょっとね、問い合わせをさせていただきました。こちらね、デスクの回答としましては、該当しないというね、答えでした。というのも、昨日ね、動画で解説させていただいた通りですね、経由サイトのポイント付与をね、意味しているわけではなくてですね、宿泊施設ね、自体がポイントを付与する場合を意味しているということですので、従ってね、Yahoo トラベルとか、まあ、楽天トラベルとかですね、まあ、そういう経由サイトで、まあ、ポイントを、もらえる場合であっても、今回の GoTo トラベルキャンペーンはね、対象っていうふうになりました。いや、この点についてはですね、本当に良かったですね。あの楽天などのセールのポイントバック率は結構高いので、ちょっとね、もしかしたらね、対象外になるかもっていう風にね、まあ、思ってた部分はあったんですけども、この点はね、まあ、経由サイトであれば、まあ、大丈夫っていう回答でね、本当に良かったなって思っております。またね、宿泊施設自体がね、ポイントを付与するようなキャンペーンは、まあ、今回 NG っていうことですので、もしね、保有されている予約がですね、ポイント何パーセントポイントバックっていうのはね、なってないかですね、そちらはね、あの確認していただけたらなっていうふうに思います。それではですね、次に27日よりですね、直接予約でこの GoTo トラベルキャンペーンのね、割引商品の販売がね、開始されております。でですね、この機会にね、ぜひ行ってほしいなって思うぐらいね、安く販売されております。こちらね、Yahoo トラベルの検索結果でね、今回解説させていただきますけども、全く同じようなね、プランがあるかどうかはちょっとね、検索するタイミングによってね、変わってくると思いますので、ちょっとね、参考程度に見ていただけたらなというふうに思うんですけども、 Yahoo トラベルの場合はですね、この GoTo トラベルキャンペーンのクーポンみたいな感じで、掲載されております。こちらの動画のね、概要欄に掲載しておきますので、そちらねクーポンゲットしていただいて、検索してみていただけたらなっていうふうに思います。で、こちらね、ちょっと画像を出しておきますけども、サザンビーチホテル、リゾート沖縄、こちら星4のね、まあ、ホテルなんですけども、まあ、こちらは2泊3日でね、旅行代金5万1200円っていう感じで出ておりますよね。こちらは9月の平日ね、2泊3日のプランで、合計ね、5万1200円っていう代金なんですけども、こちらね、予約を進めていくとですね、決済画面がこういう感じになります。総額5万1200円に対して GoTo トラベルキャンペーンの割引が1万7920円がね、入っておりますよね。ですので、こちらね、クレジット決済分は3万と956円ということで、沖縄旅行ね、2泊3日で、まあ、飛行機もホテルもついているプランで、まあ、1人ね、1万5500円ぐらいでね、まあ、予約できちゃうわけなんですよね。かなり衝撃な値段だと思います。まあ、このホテルもね、まあ、Yahoo トラベル上でですけども、まあ、星4つのホテルなので、まあ、安ホテルではないでしょうからね、かなりいいのではないのかなっていうふうに思います。こちらね、平日で検索させていただいてますけども、こちらね、週末とかになるとプラス1万円とかね、まあそういう感じになるかなっていう感じなんですけども、まあこれもね、まあホテルとかによってもね、値段変わりますんで、まあ参考程度にね、見ていただけたらなっていうふうに思います。まあ今回ね、いくつか紹介しようかなと思ってたんですけども、なんていうんですかね、特にね、検索するスキルみたいなのね、必要ないぐらいね、このプランはね、ゴロゴロ出ておりますので、ぜひね、この動画見られている方はですね、クーポンゲットしていただいて、Yahoo トラベルね、検索してみていただけたらなっていうふうに思います。まあこちら今回ね、Yahoo トラベルで検索させていただきましたけども、いろんなね、経由サイトで販売始まっておりますんで、この機会にですね、旅行を検討してみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボンボン、ホテルのことなんかね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。